ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ナチス親衛隊最悪の嫌われ者として知られたオスカール・ディル・レバンガー率いる、親衛隊ディル・レバンガー四段とその悪用についてだ。ただでさえ評判悪い親衛隊の中でも最悪って、一体何をしたらそうなるのよ。彼らは収容所の犯罪者を集めて作られた部隊で、主に東欧地域で、民間人の虐殺をはじめとする最悪の汚れ仕事を引き受けていたんだ。特に第二次世界大戦末期のワルシャワ蜂起の時には、味方であるはずのドイツ兵もドン引きするほどの蛮行を繰り広げたと言われているぜ。なぜ彼らが親衛隊最悪と呼ばれるようになったか、そしてその悲惨な末路を見ていってくれ。それでは行くぜ。まずは、オスカール・ディル・レバンガーが四段を率いるようになるまでを軽く紹介しよう。ディル・レバンガーは1895年に生まれ、比較的普通の育ちをしてドイツ軍に入隊し、第一次世界大戦では数々の戦いに参加しているぜ。ヒトラーが1889年生まれだから、ディル・レバンガーの方が5歳ほど年下ね。戦艦機の1919年にはマンハイム大学に入学するが、そこで反ユダヤ主義的な信念を抱いて、ドイツ民族主義者保護、反抗連盟のメンバーになるんだ。その後はフランクフルト大学に転校し、経済学と法律を学んで政治学の博士号を取得しているぜ。博士号まで取るってことは学者肌だったのかしら。そのようだな。ディル・レバンガーは1923年にナチス党員となり、ミュンヘン一揆に参加するが、これが失敗に終わったため会計士となって党を離れざるを得なくなる。1932年には再び党に加入するが、実はこの頃に裁判で裁かれることになるんだ。裁判ってどうして？ドイツ女子同盟のメンバーだった13歳の少女に性的暴行を加えた罪、及び公用車を飲酒運転して車両に損害を与えた罪だったぜ。ディル・レバンガーは逮捕されて有罪判決を受け、2年の禁錮刑が宣告されたんだ。そのためこれまでに得た職や博士号、並びに軍での名誉を全て失ってしまったぜ。とんでもないことやってるじゃない。一応弁明としては、少女が本当の年齢を偽っていたこと、そして彼女が未成年ではないと善意で信じていたということだったんだ。だがこの弁明は認められず、ディル・レバンガーの名声は地に落ちてしまったんだよ。一気に印象が気持ち悪くなったわよ。刑務所を出た後、ディル・レバンガーは博士号剥奪に抗議し、しばらくの間強制収容所に収容される。その後は、スペイン内戦に参加するためにスペインに向かうが、スペインにも悪評は伝わっていて、逮捕され本国に送り返されてしまったぜ。どんだけよ。そんなディル・レバンガーだが、1940年5月に転機となる出来事が起きるんだ。一体何があったの？自らの部隊として80人の囚人を率いることになったんだよ。囚人？ああ。なんと有罪判決を受けた密用車で編成された部隊だ。しかも、この部隊を作って前線で戦わせるというのはヒトラーのアイデアだったそうだぜ。最悪な思いつきすぎるでしょ。彼らは、カリウドが部隊の中心になったことから黒いカリウドと呼ばれたんだ。どんな中二病ネーム？とはいえ当初の80人のうち身体検査に合格したのは55人だけで、残りは刑務所に送り返されたぜ。とにかく厄介すぎる部隊が誕生したわけね。そんなディル・レバンガーの部隊は、早速反パルチザン任務に使われることになる。パルチザンって言うと民間軍みたいな奴らね。そうだな。1942年初頭のベラルーシでは、約2万3000人ものソビエトパルチザンが活動していたんだ。ディル・レバンガーの部隊は当初わずか100人ほどの兵力しかいなかったが、最初の交戦で上官に部隊の増強を認めさせることに成功する。しかも、彼らは初っ端から残虐な戦争犯罪に手を染めていたらしい。さすが刑務所上がりの隊員ばっかりの部隊は物が違うわ。当時の証言はこんな感じだ。部隊には1日のノルマが与えられ、村を包囲して住民の大半または全員を撃つことで、おおむねノルマを達成していた。ディル・レバンガーの好む方法は、地元住民を納屋に追い込んで火をつけ、逃げ出そうとする者を機関銃で撃つというものだった。人々は生きたまま焚き火に投げ込まれたり、撃たれなかった場合は撲殺されたりした。どう考えてもまともじゃないわよ。ともかくこんな風にして、ディル・レバンガー部隊はキャリアをスタートさせたってわけだ。だが1942年末頃になると、戦況はどんどんドイツに不利な方へ傾いていく。ソ連との熾烈な戦いが行われた東部戦線の戦力を増強するため、ヒトラーはドイツ人男性を工場や農場から無理やり引き抜くが、これによってドイツの経済はガタガタになったんだ。人手不足が顕在化したのね。1942年10月、ナチス上層部はベラルーシの男性を、ドイツに強制労働者として送るという新方針を決定。ヒトラーはこれに同意して、残された女性と子供は銃で撃つべきだと明言するんだ。そもそも国のトップが狂ってるのよね。この方針に従って800万人が奴隷になり、それ以外の多くの不適格な男性や女性、そして子供たちは処分されたぜ。それで肝心のディル・レバンガーはどうなったの？
その後1年の間にディルレバンガー部隊は、5つの月島と多数のパルチザンキャンプ、そして多くの村々を破壊する。当時の証言を見ればこの部隊の異常性は明らかだぜ。作戦中に偵察、追撃隊が破壊した49のキャンプは氷山の一角に過ぎず、反パルチザン闘争の仮面の下に大量虐殺作戦を隠していた。村の住民を納屋に追い込み、納屋を焼き払うことで村を次々と破壊していった。こうした出来事のあった翌日には、主人を失った豚や犬が焼けた肉を口に加えて村をうろついていたそうだぜ。地獄というほかないわね。1943年の夏までに、ディルレバンガー部隊はほぼ1万5000人の命を奪ったが、わずか92人の部下を失っただけだったんだ。ある作戦では1万431人のパルチザンが処刑されたが、押収された銃はわずか90丁だったんだ。少なすぎない?そうだな。つまりこうした犠牲者の大半が、実はパルチザンではなかったということを示しているんだよ。正確な数字は不明だが、犠牲になったうちの 15% ほどしか、実際のパルチザンのメンバーはいなかったと考えられているぜ。ごく普通の一般市民に、パルチザンの疑いをかけて命を奪ったのね。1943年7月以降にディルレバンガーの部隊は、321人の増援を受ける。増強された隊員はこれまで前科のために兵役を免れていた者たちで、その大半がダッハウ、ブーヘンバルト、マウトハウゼン、ザクセンハウゼンといった各収容所から集められていたんだ。これまた犯罪者だったの?ああ。具体的には空き巣、泥棒、武装強盗、暴行、殺人といった犯罪を犯した者たちで、中には失業者や物乞いだった者もいたらしい。それどんなドリームチーム?しかもディルレバンガーの犯した罪はそれだけじゃない。彼はロシア人女性を捕らえて人身売買をしていて、その値段はシュナップス2本だという通信が残っているな。シュナップスって?シュナップスは、当時からドイツで飲まれていた蒸留酒のことだ。つまりごく安価で女性を売り飛ばしていたってことなのね。しかもこうした女性たちは家畜のように扱われ、殴打や鞭打ち、タバコの火傷で体に印をつけられていたそうだ。犯罪を犯すのに何の躊躇もなさすぎるわ。さて、そうこうしているうちに東部戦線では、ソ連軍による有名なバグラチオン作戦が開始され、旅団はポーランドに撤退することになる。ちなみにベラルーシで過ごした36ヶ月の間に、彼らは3万人以上の命を奪ったとされているぜ。犠牲が多すぎる。もちろん作戦に携わっていたのはディルレバンガー旅団だけじゃないんだけどな。結果としてドイツの反パルチザン作戦では合計5295の村が標的とされ、そのうち数百が焼き払われ約35万人が犠牲となるが、そのうち少なくとも 90% が非武装で、3万人がユダヤ人だったと言われているんだぜ。悪夢のような作戦だったのはよくわかったわ。さて、7月初旬ワルシャワの北東 150km に駐屯していたディルレバンガー旅団は、ハインリッヒ・ヒムラーの命令を受けた。その内容とは、ワルシャワで発生した蜂起を鎮圧するために出動することだったぜ。ワルシャワって言うとポーランドね。ああ。ドイツ軍を押し返しつつあったソ連軍が、ポーランドの人々を扇動して蜂起を起こさせたんだよ。ディルレバンガーはまたまた市民軍を相手にすることになったのね。さて、旅団は1944年8月3日から4日にかけてワルシャワに入り、5日から戦闘を開始。激しい抵抗のため旅団の歩みは遅く、多大な犠牲者を出したんだ。だんだんと情勢が悪くなってきたみたい。具体的には、1650人の兵士と200人の犯罪者を受け入れたにもかかわらず、648人しか生還できなかったぜ。目撃者によれば、兵士たちはウォッカを飲んで無理やり前進し、ウラーと叫びながら突撃してポーランド軍に撃たれていったという話だ。もはややけクソだわ。この苦戦の原因として考えられるのは、圧倒的な練度不足だぜ。練度不足?ああ。ディルレバンガー旅団の兵士の一部は確かに狩猟や戦闘、そして殺人の経験があったが、戦闘経験が豊富だとはとても言えなかったんだよ。確かに犯罪者の寄せ集め部隊だしね。また、この戦いにおいてもディルレバンガーは、ひどい汚れ仕事を行っていたことがわかっているぜ。どんなことをしたの?目撃者の証言はこんな感じだ。恐怖に怯える民間人には逃げ場がなかった。住民たちは中庭に集められ、適当な壁に沿って一列に並ぶように言われた。そして彼らは処刑された。ドイツ軍は地下室に手榴弾を投げ込み、出てこなかった人々を殺害し、建物に火をつけた。遺体は高く積み上げられ、そこにガソリンがかけられて焼かれた。また、女性や子供たちが人間の盾として使われ、女性たちは養殖された。親は親衛隊に子供を話すよう懇願し、他の人は抱き合ってお別れを告げようとしたが、すぐに重心が間に突っ込まれた。相変わらずひどすぎるわ。ドイツ人公兵やポーランド人司祭の証言によると、ディルレバンガー自身が市民の女性の腕から子供を奪い取り、炎に投げ込んだと伝わっているぜ。
そんなことが許されたのが信じられないんだけど、誰か止める人はいなかったのかしら。ビルレバンガー旅団の発言とは違うが、当時のドイツ人の考え方を示す言葉としてこういうのがあるんだ。ドイツ人の兵士が殺される直前の少女に叫んだ。お前たちのせいでドイツ人の女性や子供が死んでいるんだ。だからお前たちも死ななければならない。これは戦争だ。お前たちポーランド人がこの放棄を始めたんだ。お前たちはこの戦争の犠牲にならなければならない。つまりドイツ兵側としては、ポーランド人の自業自得だって気持ちがあったのね。そういうことだろうな。さて、ビルレバンガー旅団に話を戻すと、ワルシャワ放棄での最初の3日間で彼らは16回の民間人虐殺を行い、犠牲者は合計 12,500人にも上ったんだ。また、放棄全体を通じて3万人から4万人の民間人が、旅団の兵士によって命を奪われたと推定されているぜ。とんでもない規模だわ。中でも一番ひどかったのがオラ地区で、ある工兵が病院での戦闘について証言しているんだ。ドアがゆっくりと開き、赤十字の看護師が白旗を突き出した。仲間が来て、銃剣を構えて中に入った。ポーランド人将校、医師、ポーランド赤十字の看護師15人が病院を明け渡した。それから親衛隊が到着した。彼らは直ちにポーランド人負傷者全員を処刑し、看護師たちを襲った。私たちには何もできないと思ったので、本部に報告するにとどめた。ドイツ側の兵士から見てもやりすぎだったってことね。旅団の中にすらそう思う者はいたみたいだぞ。下士官は仲間の兵士たちの行動に衝撃を受け、ヒムラーに手紙を書いて部隊からの転属を求めたそうだからな。さすがに後で咎められたのかしら？いや、こういった旅団の振る舞いについて報告を受けたヒトラーは彼らを称賛して、自らビルレバンガーに騎士十字章を授与したそうだぜ。ダメだこいつ早くなんとかしないと。ワルシャワ放棄が片付くとビルレバンガー旅団はスロバキアに送られ、そこでも別の放棄を鎮圧する。ビルレバンガーはヒムラーに手紙を書いて、強制収容所からさらなる新兵を求め、約800人の共産主義者と非国家社会主義者が採用されたんだ。ちょっと待って、共産主義者って言った？ああ、おかしなことにビルレバンガー旅団には、今や共産主義者と反ファシストが傘下に入っていたんだ。なんでまたナチスの敵まで部隊に入れちゃったのよ。人手が足らなすぎたのかしら。詳しくは不明だが何か考えがあったのかもしれないな。ともかく彼らはスロバキアの田舎を荒らし回った後、ハンガリーの前線に送られる。だが1944年12月に到着してから3日後、旅団内の共産主義者たちはソ連軍に寝返ってしまったんだ。そりゃそうなるわよ。旅団は仕方なく交代を余儀なくされ、ビルレバンガー自身も古い傷が化膿して病気になってしまったぜ。そろそろ悪運が尽きてきたみたいね。1945年4月にソ連軍がベルリンを目指して侵攻を開始すると、ビルレバンガー旅団もゲリラ戦術で対抗。だが、犯罪者の寄せ集め部隊が戦車に勝てるわけもなく全滅してしまうぜ。第二次大戦も終わりが近いわね。隊員の多くは逃亡し、ある者は北イタリアまで逃げ延びて連合軍に降伏したが、その後ソビエト軍に引き渡されてしまったんだ。最終的にはそれまでいた約6000人のうち、50人ほどの隊員しか残らなかったんだよ。こうして少なくとも6万人。しかもほとんどが民間人の犠牲に対して責任を負うビルレバンガー旅団の戦いは終わったぜ。それで責任者のビルレバンガーはどうなったの？ビルレバンガー自身は1945年に命を落としているが、実はその最後には謎が多いんだ。どういうこと？ビルレバンガーは1945年4月に南ドイツで行方不明になるが、6月にアルトハウゼンでフランス軍の捕虜として姿が確認される。同じく捕虜となったドイツ人によると、ビルレバンガーはかつて監視をしていた強制収容所の元ユダヤ人収容者に、存在がバレて捕まってしまったらしい。因果応報って言葉をプレゼントしたいわ。しかもそこのドイツ人捕虜たちはフランス人ではなく、ポーランド人の監視による尋問を受けていたんだ。ポーランド人といえば、まさにかつてビルレバンガーに苦しめられた人たちだったから、捕虜への尋問はある意味で復讐の機会にもなったんだよ。それやばくない？しかも伝わるところによれば、16歳のユダヤ人の少年すら刑務所に入れてもらって、ドイツ人捕虜を殴ることが許されていたらしい。監視たちはビルレバンガーと同房者を動けなくなるまで殴り、銃剣で刺し、おそらくそのまま放置したと考えられているぜ。それが彼の最後になったってことなのね。いや、実際にはビルレバンガーがこの時命を落としたのかどうか、当時はわからなかったんだ。現場にいた赤十字の看護師によれば、ポーランド人たちは酒に酔っていたというしな。証言が曖昧なのね。それもあってビルレバンガーがその後に脱走したとか、エジプトに逃げたなどの噂が広まったぜ。だが、1960年代に彼の遺体が発見され、ようやく本人であることが確認されたんだ。
これがナチス親衛隊で最も忌み嫌われたオスカール・ビルレバンガーの末路だぜ。それにしても最悪の部隊と呼ばれただけあって、とんでもない汚れ仕事の連続だったわ。まだまだ他にも忌まわしい戦争犯罪が隠されていそうな気がするわね。ちなみにベルリンが陥落すると、今度はソ連軍によるドイツ人への復讐が始まるんだが、それについては別の動画で解説したから興味がある人は概要欄からチェックしてくれ。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。メンバーシップ始めました。月額190円からで限定動画を見れるぜ。詳しくは説明欄を見てね。